さん、1は全、全は1の答えって見つかった？ずっと考えているけど、なんとなくしかわからないよ。確信はねえけど、ほら、腹減ってヘロヘロだった時、アリ食ったろ？そうだっけ？うん、食ったんだよ。すげえ酸っぱかった。で、考えたんだ。もし食わないで俺が死んだら、キツネやアリに食われる。土に帰って草になる。それをウサギが食べる。食物連鎖だね。ああ、それだけじゃない。この島だって、大昔は海の底だったかもしれない。何万年もしたら、山のてっぺんになってるかもしれない。何もかもつながってる？すべては目に見えない、大きな流れの中にあるんだ。それを宇宙っていうのか、世界っていうのかはわかんないけど、そんなでっかいものからすりゃ、俺もあるもん、アリみたいなもんさ。流れの中の小さな一つ、善の中の一に過ぎない。だけど、その小さな一が集まって、善が存在できる。敵は何だ？お前をぶっ倒せ！俺がこの忍びの世界を平和にしてやる！そうか、それは立派なことだ。それこそ正義だな。だがお前も俺も目指すものは同じだ。ジライア先生の言っていた平和をなそうとしている。あれはお前の正義のために、俺は俺の正義のために。俺たちは正義という名の復讐へと駆り立てられた普通の人間だ。だが復讐を正義というならば、その正義はさらなる復讐を生み、憎しみの連鎖が始まる。お前なら平和を作るため、この憎しみとどう向き合う？わかんねえ。そんなこと。
すべてのものは一から作り出され、一へと帰っていく。すなわち、一は善。一により善があり。一の中に善がある。一が善を含まなければ、すべては無なり。